僕と一緒に若干固めなんですけど、僕も2m のバスの人に伸ばしてるつもりもこのぐらいしかなってなくて、僕にとってはいいんだけど、この次のタークここまでしか勝てないよ。ああ、ありますね。この時の。ここまで。最低でも、膝が水平になるぐらいまでは上げないと。明らかに。こうやって。はい、はい。さすがに、技として認定されないということはないと思うけど。あんまりだからこの辺が見えなかったら、ただのストレートでアウトになっちゃうから、ストレート入れたらもうそこで中断ってやったからね、ストレートアワードって認められないんで、だからバンプの時あんまり緩くてストレートってみんなされてしまう、スマホ認定ですみたいな、だから受けて演技ではないから、指定されて演技ではないから、書いた通りに飛ばなあかんわけじゃない、でもストレートになったらもうそこで中断ってやった、何やったらそこから後ろ0点になっちゃうからね、厳しいね、体操と違って失敗したとこまで行った、体操は失敗してもそこからやり直しできるけど、時間だけしかないし。
入ってるというよりもちょっとこっちに傾いてるのかな。全チームちょっと練習が傾いてるのも同じ理由かな。あー、ほんまっすね。ダメっすね、これ。ちょっと胴体が入っちゃってるよ。もう、これはダメですね。あー。でもまあ、そんなにひどくはないんだけどな。なんかちょっと変。あー。なんかこうなんかなんかオール
もう違うから2日連続俺最高やな、よかったはい、おいしい新次第連絡するから藤上さんのうん、あどうしようかな、自分から直接の方がいいかな、ノワツキーとか、はい、アドレスか、はい、だから来るんやったら、もっと行くみたいな、ナオコンに行ってるけど、とりあえず別に、急に、あ、今日無理してくれてもいいし、こうなってる、こうなってる、ゴールランまですごいですね、ここを見てるやつ。そう。横を見てるやつ。あと、足って言って左じゃダメか。多分、どういうのかな、これ終わってないのか、だからどっかの AP、はい、こう上がって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 こう上で、その後用意して、日曜日1日舞鶴町。あ、授業系ですか？イエーもう泣きそう。もう2回でそうなるんですか？なる。マジか。2回までは座学が大変で、3回から実習かなと思ってやって。いや、俺んとこはもう実習のゼミやから、もう2回から。次岡ゼミやし。マイズル。マイズル。怖くないですね。あ、ない。厳しかった。すっげー意外だった。水平だとポンと真上に上がっちゃうよ。少し傾斜がついてる。踏み込んだらちょっと前に飛ぶようになってるから、前のマットに着地できる。前に飛ぼうとしなくても自然に前に。